出ワ作は、現在の山形県障害地方、後、秋田県秋田市付近にあった、日本の古代城作。文献上の初見は、俗日本期の709年7月1日、エゾ政党のため、諸国に命じ、兵器を出ワ作へ運搬したという内容の記事である。これにより、709年以前から出ワ作が存在したことがわかる。当時の中央政府は、 東北地方のエゾ征服活動を進めており、日本海沿岸方面では、708年越後国に、デワ軍が建てられた後、712年デワ国が置かれた。デワ軍設置の前後に、デワ作が設けられ、これによりエゾ征服の拠点が確保され、デワ国へ昇格する契機となったものと考えられている。設置当初のデワ国の国府機能は、デワ作が果たしていたようである。当時、 道の区屋ではに置かれた柵は上柵であると同時に、その周辺地域を統治する行政機関としても機能していた。俗日本期には714年に、尾有、上野、品野、越後等から200個を、では柵へ移住させたこと、その後も716年に、品野、上野、越前、越後から各100百717年にも品野、上野、越前、 越後から各百個、七百十九年には、東海道、東山道、北陸道から二百個を、では作へ入植させたことが見える。作古の出羽国への移住は総計で千三百個に及んだ。作古は、公民身分である。これらは、映像を今消し、出羽国の開発、開拓を促進するために行われたものであり、また、律令制支配を返境文にまで徹底し、 上作への兵士の供給源とした。秋田県へ移設される前の出羽作は、庄内地方、赤川の河口と羽黒山の中間地域に設置されたとも見られるが、詳しい所在地は不明である。733年12月26日、出羽作は秋田村高清水岡へ移設された。これに伴って、出羽国府も秋田へ移されたのかについては、諸説あるが、 考古発掘によれば8世紀後半に秋田へ国府が移されていたと推測される。760年頃、出羽作は秋田城へと改変され、この後、出羽作の名は市場に現れなくなった。その後、江戸の反乱が相次ぎ秋田城から出羽国府が移設されたが、その有力な候補として現在考えられているのが、昭和6年に、 現在の坂田市木の輪で発見された木の輪作である。木の輪作は発掘調査の結果、一辺約720メートル、約52ヘクタールの上域を持つことが判明した。成長の難問、東門と築地米の一部が復元されている。ありがとうございます。